そうだ、あの無事配送された、お、よかった。そうだの、あのそうだの、佐合さん昨日ね、あの言えんかったんやけど、トークポートでは、あのあれな今日レナさんと会う予定やったからね、わーと思って、あ、ナクラさんだ、こんばんは、ナクラさんこんばんざい、ナクラさん、アイリちゃんの配信終わったのかな、生まれた実家の出かけね、明日一日が祭りや、うえー、祭りだ祭りだ祭りだ、てってれれれてれてててててれれれきてて、久しぶりに音楽流しとこ。そう、朝日奈の配信基本さ、なんかさずっと喋ってるからさ、音楽流さへんのよね。ちょっとでも流した方がいいよねって思う、ほんまに。それ毎回思うねんけどね。そうなんで。オッケー。うさ。オッケー。寝ちゃいそうだから早う。ちょっと誕生日まかれへん。まかれへんわ、誕生日。年に一回の誕生日。でも、こうたくんもあるよ。ね、こうたくんも、誕生日、早く、早く。最後さ、あと、バンズの時、え、しかもさ、こうたくんさ、ビルバン来れんの ?25。爆誕やん。あと、バンズの実物詰めたくて靴見に行ったけど、違う靴にそっかて、いや、なんでやねん。なんでやん。どういう経緯なんそれ。どういう経緯なんそれ。いきなりカッサでマッサージしだすって。俺は生まれた時間知らんけど、あ、そう、あ、そう、朝日奈もでもね知らんかったんやけどね、なんかあの母子手帳をなんかね、すごい朝日奈見るのが好きで、母子手帳実家におるとき、そう、すごい母子手帳見てた。でそれで、あ、出生時間で、そこにお姉ちゃんとかお兄ちゃんの出生時間とかも書いてるから、そう、それ見て、え、17、え、夕方なんやと思って、ゆみちゃんが動いてる、なんちゅう挨拶だいや、動いてるよ、動いてますわ、それは。みーちゃん、本日は主役っての用意した。してない。やばい。100均行く時間なかったわ。福くこんばんは。福くこんばんは、ありがとう。今度くん25仕事や、抜け出すしかない。そう、ほんまに、昼やけど。もろお昼ですけど。キャベツくん、朝日奈、お前みーちゃん、早い早い早い。まだレナさんの誕生日を言っとくけど。レナさんの誕生日やからね、今日。そうそう。まだレナさんの誕生日、25分。あと25分、レナさんの誕生日だから。ライターさん、こんばんは。あ、ライターさんだ、こんばんは、ありがとう。そう、レナさんも、あの、了承してるから、今度レナさんに、そう、今日レナさんに会ったんやけどね、次、ちょっと会った時に、あれするね。その前に、朝日奈がまず取りに行かなあかんけど、事務所に。手順合わせて生まれるとか、親思いね。手順に合わせて生まれるの？すごいね、それ。あ、でもそっか、朝日奈が。親思いなの。親別に、定時か。レジにあったおめ、17時に生まれてきてくれてありがとう、言われるわけ。そう、ほんまに、おめでたい配信があると聞いてきました。そうなのです、おめでたい。でもね、朝日奈、一個ね、やりたいことがあるんですよね、って思ってるので、ちょっとそれを用意しようかなと思って、まだ用意できてないんですよ。ちょっと待って、ちょっと待ってね。
よし、かけた。ちょっとこれを消えないようにコピペして、レイジにね、やりたいことがあるんですよ、朝日のは。見たい配信があるとき、荷物を多摩川に捨てる以外に選択肢しかない。いや、多摩川はわかん。多摩川はあかん。うん。だからって何側に捨ててもいいわけじゃないよ。ライターさん、そうだよ、ありがとう、渡してね。渡すよ。ね、ほんまはね、ごめんね。ライターさんから直接、どうすればいいけど、ちょっと朝日の手から渡させていただきます。お祝いに間に合わせたく体験して、え、はるきありがとう、お疲れ。のーちゃん、ゆめちゃん、のーちゃん、こんばんは、ありがとう。のーちゃん、のーちゃんの、トップツイートを未だにね、見てね、照れる朝日奈。1年前のトップツイート。キャビタ君、え、かわいい、ありがとう。かわいい、え、どこ見て、あれや。レク、ゆめちゃんはどこの中にいる時から気を使える、いい子でした。あ、そうだ、ありがとう。そんな気を使える子なのあたいな。トロさん、あー、誰もに目を入れるやつですね、やりたい。いや、それはちょっとやりたい。それちょっとやりたい。それでも年始かな、どっちかというと年始かもしれない。これだとユミちゃんがお腹にいる時から顔で知らん。あのユミがお腹にいる時、多分コウタ君顔、あの顔する前にお腹にいるよ。コウタ君もお腹にいるから、うん、もしかしたら隣同士かもしれないからね。ニョガメさん、こんばんにゃご。ニョガメさん、こんばんにゃご、ありがとう。部長さん、こんばんは。部長さん、こんばんは、ありがとう。のーちゃん、おめでたいから、仕事サボって、儀式やらせて。仕事はちょっと、あれでしょ、仕事はあれでしょ、川に流したら、勝手に曲に届くっていうのない。いや、どんぶらこっこ方式はちょっとないですね、現代には。うん。ばあさんかじいさんが、拾ってくれて、パカって割るしかないから。うん。怖いでしょ、そんな。これで、ゆみちゃんの顔つきで、お母さんのお腹の中に。いや、どういう状況それ。今のあの 3D 技術になると医者もびっくりしちゃうやつやん、それ。なんか顔なってますよっつって。もうね、もう ありがたいことですけどね。顔なってくれて、ほんまに。ね、おぎゃーがミックスやったりするのかな、じゃあ。そしたらね。怖ない?おぎゃーの代わりにミックス売ってたら怖ない?怖いよ、それは。やめちゃうのか。その前に性別判断してあげて、ほんまに、うん、これは男の子ですねとかでもなく、これはゆみちゃんの顔です。ゆみちゃんって誰ですかってなるよ。こうたくんのお母さん、ゆみちゃんって誰ですかってなるよ。まだどこの女ですかってなりますよ、それ、うん、ちょっとね、これはね、やりたいんです。産声が言えたい。そう、産声言えたいがあるかもしれない。ゆみさんに直接おめでとうやるの熱くない？え、熱いよね。熱いよ、それ。そう、あのさっきツイートしたんですけど、23日は直接の物販と、その後にオンラインの楽一楽座もあって、そうそう、だ直接の物販は逆に、あの落書き写メとかはないです。普通の物販なんですけど、ね、どっちも良さがあるから。固定ついに定期的にファボクル、ありがとう。ありがとう。え、そう、なんか外れてたりするからね、たまにね。そう、あれっつってファボして、お腹に1個あったらもう顔できてるのは怖いですよ。顔、オンライン楽一楽座多すぎて震えてる。そう、オンライン楽一楽座めっちゃ多いよね。そうなの。アザイナたちも衣装がなくなってきたけど、まあいろんなアザイナたちを楽しんでっていうことですね。え、てかさ、最近さ、思うの、朝日奈、なんかね、これね、前にね、あの事件あったじゃないですか。絡まりすぎてほんまに絡まりすぎて髪の毛を切りましたっていう。その髪の毛がね、今ね、ここまで伸びたんですよ。あのここ切った当初ここぐらいやったんですよ。絡まって切っちゃった当初、え、ここまで伸びた。めっちゃ伸びたくない？え、めっちゃ伸びたの。しかもね、あのね、この髪の毛の長さ的にボブなんですよ。で、これ写真撮るじゃないですか。なんかちょっとボブ風になって、この前のね、あの写真撮ってた時に思ったの。
え、なんかボブ風な写メ撮れると思って。どこやっけ、え、なんかめっちゃボブ風な写メ撮れて、え、どこやっけ、あ、魔女のやつの時かな。見えるこれ、ほらめっちゃボブみたいになったの、え、めっちゃボブみたいになったのそう、え、めっちゃボブやんと思って。ボブヒナやじゃん。そうそう、ボブヒナ、そろそろボブヒナになるよ。だからこう横髪もさ、ボブみたいになってるからさ、そう写真撮ったらね、ボブみたいになるの。タタタ大好きよ。あ、あのからそう、あの絡まり事故から数ヶ月、こんなに伸びましたよ、この絡まった髪の毛。やること多すぎて財津くんまで遅れてないんで誕生日過ぎちゃいます。まあ、ええー、よ財津くん。今日財津くんのうな重を取りに行きましたよ、ついに。そう、取りに行きました。ちょっとハンカチ、あの、違うところあるけどボブヒナいいじゃん。そう、ボブヒナいいよね。そう、ボブヒナいいんだよ。でもね、ロングもね、なんか支持率は高いからね、悩み中やけど。まあでも、あの、あれ、ヘアドネーションするときにね、ボブになるよ、きっと。そうや、結局パンツどっちにするか決まった。決まってない決まってない。でもみんなとなるべく被らんって考えたら茶色の方なんかなって思い出してきた。ボブかわいい、ボブかわいいね。知らない曲ですね。え、これ、そっか、でもそんな歌わんのね。埼玉のさ、あの、あれやもんね、なんだっけ、埼玉の、あ、あれ、ブチドンしか出てこないふみさん、ふみさんや、ブチドンは。おいどん、あれ、なんだっけ、あれ、あの埼玉のさ、あれでいつも歌ってるやん、所沢やから。社内曲、ボブミが深くな、ボブミ深くなるかな。あと15分、やばー。でもレナさんの誕生日もあと15分よ。ちょっとレナさん配信してないかな、もう終わったかな配信。あ、でもフミさんも13分前に配信してるよ。レナさん、でも夕方に配信してたんかな。あ、してないか。あれ、配信してたイメージがあった。90組盛り上げてこな、盛り上げてこな。うな重風ケーキ、うな重風ケーキ見てない。休日物も的だね。え、いいやん。佐合さん的にはやっぱどっちがいいの。ルームがカラフ、そうなの、誕生日やから。あと15分で、ところ、そう、ところ90年組。え、でもさ、思ったけどさ、結構さ94年組多いよねって思った。ところてんじゃない、ところてんではないよ。そう、美味しいやつ島根さんも終わって、あ、そうなのね、フェーズ19時だ。あ、そうなのね。そう、なんかね、通知があったのは見た。レイちゃん終わった、レイさん終わったのか。そっかそっか。でも朝日奈も言うて明日何時に配信できるか分からん。でも夜遅いからさ、明日、そう、出演時間も遅いし、そのライブ後にオンライン楽一楽座やから、めっちゃ遅いと思うから、もうね、あざいな下手したら電車の中で誕生日を終えるのかなって思っちゃう。もうそれはね、ちょっと嫌やから、もう早急に帰ろうかなと思うけど、うん、ラビタンもやで。そうやん、そうそうそう、ラビタンママ最大派閥していく。え、でも強いよね、そう考えるとなんか強い。天のお姉さんは黒かける白だと散策、吐き、なんだこれは。俺的には黒かけるちゃんの方がかっこよかった。そうやの、かっこいいのは黒かけるちゃんの。でもそうやね、店員さんの、そう、お姉さんから見たら多分ね、白の方がね、そうそう、3足吐き潰したって言って、あー、すごいねそれ、愛用しすぎてそれ、最大派閥最弱、いや、すごい最弱やけどね、
最弱やけど最強やと思うとこ、うん、ところてんはオス派クラミツ派、ところてんポン酢もうあさりな、何でもポン酢、ほんまに何でもポン酢、うん、あかんか、白滝もポン酢やし。ミケタ今日会社終わりに水族館に行ってきた、明日も行こうか。え、めっちゃいいやん水族館。そう、マイカちゃん水族館好きやけどさ、あさりなもうね、水族館テンション上がる。あれ水族館ね、カワウソとか、あのそうだから品川水族館とかよく行ってたよ。クラゲとかすごい癒されてた、あのエリア、クラゲエリア。98には負けん、あれさ負けん。ポン酢第三勢力。え、ポン酢ね、ほんまに万能やから。いや、ポン酢、いや関西人たるものポン酢は合いそう。これはえ、ほんまに浅いなポン酢よ。てか関西の人結構ポン酢愛してる人多いと思う。服の傾向によってはムスにかかる。そうだ、それはそう。ところてんにポン酢、そう、ところてんにポン浅いな、ほんまに何でもポン酢。もうほんまだから ところてんでもポン酢やし、あと何、春雨もポン酢で食べると美味しい時あるし、白滝もポン酢でしょ、お鍋もポン酢やし、まあ、それは多いか。そう、ポン酢にしちゃう。あ、いいね、あっさりピリ辛、あっさりピリ辛、ポン酢しかかった。ポン酢最強よほんまに。ところで嫁ちゃん何歳になるんだっけ。3歳。え、でも去年っていうか今3歳って言ってるから、次4歳になるの。そのままいくと徐々に4歳。もしかしたらあと10分で誕生日の方。そうですね、そうなんですよ実は。うん、あと10分で誕生日の方なの。ポン酢以外調味料に選択肢ないや。ポン酢は最強。抜けこばは普段の公式配信でのらくいちらくざでは関西弁で喋ってないから、なんか新鮮に。そうなん、そういな、なんかメンバーと一緒におると関西弁ではないんですよ。多分標準語の中におるから。そうだけど、なんか一人で配信してたりとか、大阪に帰ったら逆に標準語が喋れんくなる関西人4歳な、そう4社おいとないだしや。のっちゃん、のっちゃんも4歳。もうちょっと4歳な、あ、でもあざりな、今あと10分で4歳になるから。今日買ったスニーカー白黒と白赤の色。え、めっちゃかわいいやん。そう思ったの、赤白のチェッカーもめっちゃかわいいなと思って。あ、シャラカー来たみたいな。わお、明日ちょっと行くところがあるんですよ、お昼。ちょっと頑張って状態よくしとこう。この配信乳幼児多くねちょっと乳幼児がね多いんですけど、これで3歳から4歳になった。じゃあ同級生や。ゆみちゃんと同い年っていうのだけは心の支えにしてきたんですよ。ありがとう。噂になるもなんかね、多いからね、すごい支えられてるよ。うん、ショートパンツ好きなんでね。そう、え、どっちがいいと思う。噂でどっちにしようと思って、まだ決めてないよね。ミニスカかショーパンか。でもショーパンよね。でもショーパンしかないの指定が。だから上何しようと思って。え、ロンティーでいいかな。ロンティーでいいんやったらロンティーがいいねんけど、朝日奈、あのアメ村で買ったさ、あのミッキーが浮気しちゃってる、あ、ミッキーじゃない、ミニーが浮気しちゃってる、あのアメ村で買ったお気に入りの T シャツがいいけど、あれ着るとねショーパン見えないんですよ。実質俺がゆみちゃん、うお、小塾がゆみちゃんなの。 T シャツショーパンが最強。そうそう、だからその T シャツをね、あさりのね、あの T シャツしようと思ったけど、そう見えなくなるの。だから T シャツの下にパンツ履いてるみたいな状態になる、あれ着ると。チェッカーじゃない、チスリッパンでもない。あ、あれでしょ、あの赤白の、あの黒の赤バージョンでしょ。いや、あれ可愛いよね。ゆみちゃんの脳みそは私、脳みそ私なのすごいんだそれ。ゆみちゃんの確かに。でパンってなっちゃうね。ぬーちゃん、ぬーちゃんパンだから、パンってなっちゃうよ。ゆみも浮気は良くないな浮気は、浮気現場ロンティーインさせるのか。え、そう、それはね可愛いよね。どうしようかな。いや悩んでるんよね。そのミニちゃんじゃなくても T シャツいっぱい持ってるから、あえてのもうショーパン、ショーパンでちょっとそのなんていうの、ダボダボ T じゃなくて普通の T シャツ
でもいいかなとは思うけど。せいじゃんけい最強コムサーチ、じゃんけい最弱アサリナさんの組み合わせなど。そうなの最強と最弱が。けどそれはブーメランだな。オタク、おしめをサイボーグにしがち。サイボーグ。二条さんちはもちろんユーミティでいき。わあわあ、ありがとう。嬉しいけど、嬉しいけど、いいのそれ。T シャツだって他にもあるんじゃないの。もうなってるっしょ。ジャムさん、ユーミちゃん、ジャムさん、コーバーさん、ありがとう。あと7分です。7分。あ、そうだ。レックは今日はね、あの配信では飲まれへんけど、あのちゃんと買ってきたよ。あのちょっと今日飲んだら明日フラッフラになるから、ちょっと結果いつ飲めるか分からんけど買ってきたよ。見よ見よ。今度コアチョコポチるけど、ピノコのピンクコアチョコ。ピンクコアチョコ、え、それそれ絶対可愛いやん。それコウタくん先輩になるのか。先輩先輩。キャベタくん大丈夫なのって言われると大丈夫じゃない気がしてまあでもキャベタくん の好きなようにしてください。それはね、ツイート用に写真選ばなくては。あら、ジャブさんあと5分あれ5分。おしの誕生日はめでたいのでめちゃくちゃの準備と。すごい、ちょっとアサイナーもでも持ってこようかな。持ってくるだけ持ってこようかな。ちょっと待ってて、ちょっと今冷蔵庫に置いてるの。あ、でもお茶飲みたい。ちょっと待ってて。見て、ピオ飲みませんが乾杯だけしたいから勝ちた。L or XL? ネガロング T シャツ、あ違う、サイズか。悩む悩むでも M でいい、朝日奈 M でいいのかな。この前のね T シャツの楽一楽団の時が XL やったの。あの T シャツ贅沢福袋送ります。俺が運びます。コウタくんが運んでくれんの、贅沢。事務所の方でね、アビコさんが待ってるからコビニミューがなかったら泣くわ。それは辛いね。とりあえずツイートまでご時間ください。5時間、まあいいよ。17時頃に朝日奈生まれたから、そう、17時過ぎに朝日奈生まれたから、それまでに投稿して。お父さんこんばんは。お父さんこんばんは。万歳でお酒弱い人って少ないのかな。え、少なくはないんじゃない。飲まへん人とか弱い、あ強い人か。強い人、まあでもふみさんこまさんが強いんじゃない、やっぱ。あとののかちゃんも強いのかな。ここからなんか誰が強いのかよくわからん。でバンザイジャパンメンバーはあんまお酒飲むイメージないな。みーちゃん、みおての甘くて美味しいよね。日本酒飲むって。そうそうそう、朝日奈日本酒は飲まれへん。焼酎も飲まれへん。ハイボールも飲まれへんし、ウイスキーも飲まれへん。あ、ハイボールとウイスキー一緒か。あとね、ビールも飲まれへんやん。あとね、白ワインもあんま好きじゃない。赤ワインは重たいのは苦手。キティやったらできるよ。赤ワイン神社。一升瓶も待って、一升瓶はやばい。え、でも思った、大きいやつの方がインパクトあるなって思ったから買おうかなって思ったけど、誰が消費すんのって思った時にどうしようって思った。アサイナ公式の飲料ミヤじゃないですかそう、アサイナはお稲荷さんのミヨさんが好きやけど、そうでもまずもってね、フルさんみたいにお酒は飲まれへんからね。ミヨは飲めるけど、あとキティとかもジンジャーエール多めで飲めるけど。テテサバーは、テテサバーはありがとう。じゃあ XL オーバー、オーバーいいじゃないですか。 XL テテさん、ユミテテさん
コンビニに向かっております。わら、じゃあ最大の誕生日はコンビニで過ごすのか。ハラケン、はあかわいい、ありがとう。ゆみちゃんにおめでとう言うたら寝るわよ。もう寝よ、コリコは寝て。本当にそう飲んだことないんで、スパークリング清酒。え、そう、ミオはね飲みやすい。めっちゃほんまに人によって、あれなんかもうジュースやって言う人おる。うん、日本酒は飲まれへん。さっきな、ゆみちゃんにおめでとう言った仕事、あ、ありがとう。そのために来てくれたのね。あと2分、あと1分やから、あと1分やからね。ツイート写真選び始めるとみんなにこだわり始めて決めれなくなります。それはわかる。ビールもサワー派。あ、でもサワーね飲みやすいよね、多分多分。でもレモンサワー飲まれへんからな、そんな。めげたら3本くらい。めっちゃ変わってる、めっちゃ変わってる。軽めの赤ワインだったらサングリアとか。あ、サングリアやったら飲めるかも。ナウ。で、が乾杯はビールって決めて。ね、ほんまに。だからとりあえずビールっていうことを言いたくって、ビール飲めるように頑張ってみたけど、あかんかった。猫パーコンバーゼ、猫パーコンバーゼありがとう。昨日アルコール検査引っかかってめっちゃ寝たの大丈夫。すごい。もうちょっと？やばい、やばい。はい、はるけん。いいじゃない。いいじゃない。いい。いいよね。じゃあ開けんとこ。誕生日おめでとう！パン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 。せーの、乾杯！おめでとう！朝日奈、22歳の、あ、4歳の誕生日。アザイナの新たな年の誕生日は万歳温度でした。おめでとう、ありがとう。すごい、めっちゃコメントしてくれてる、ありがとうみんな。あ、デモンさん、吉高由里子と同じ誕生日のバザージャパンのアサイナゆみちゃん誕生日、デモンさんありがとう。すごい、これ吉高由里子さんと同じ誕生日のバザージャパンの朝日奈由美って書かないと名前勝手に名前使っちゃう。朝日奈お酒飲める年齢に、そうだもうようちゃん、お酒飲める年齢になんじゃん。乾杯、ケビーケビーケビー先輩、3日だけね、3日だけ先輩日中で乾杯、乾杯。おめでとう、くずひろともありがとう、ありがとう。みんな来てくれ。おでぶさんもありがとう。おしこもありがとう。みーちゃんもありがとう。ぶちゃさんもありがとう。ようこさん。なくるさん。なくるさんありがとう。はい。おめでとう。おめでとう。ありがとう。はい。ありがとう。ヘイさん、誕生日おめでとう。ヘイさん、ありがとう。タトルさんもおめでとう。ありがとう。ふくふく、誕生日おめでとう。ありがとう。わがしさんもおめでとう。わがしさんも見てくれてる。ありがとうございます。キャビトくんおめでとう。キャビトくんありがとう。チュタラさんなどのお酒飲みありがとう。あわさん、ハッピーワッシュ。あわさんも見てくれてるの？ありがとう。ありがとう、ありがとう。マザルもお誕生日おめでとう、ありがとう。トールさんお誕生日おめでとう、ありがとう。すごいすごい、みんな。レクもなや、西は俺が守ってるから早く帰る。そう、ほんまに早く帰りたい。あたりのもミキのおありがとう。ネコワグさんもありがとう。みーちゃんカウントダウンしてくれてる、ありがとう。みんなラムナーしてハペます。みーちゃんありがとう。ユキさんありがとう。ネコボさんもおめでとう、ありがとう。ケビン、世界一幸せな日は舐めた、ありがとう。で2回目、ラムの人お姉ちゃんだね。そう、お姉ちゃんなんちゃった。あせなゆみお誕生日おめでとう。ラムさんありがとう。2ヶ月先輩、あら、やばい、早く追いついて。みんな見れてよかった。ねえ、ありがとう。ほぼに乾杯、キピーキピー。ルナジュー様からツイートが、おっ、ハッピーバースデー、ハワンアメージングデー。おっ、トム、トム、センキュー。今朝と一緒にユミにハッピーバース。え、すごい、朝と一緒になるの、すごい。白鳥さんこんばんは、白鳥さんこんばんは、ありがとう。なんやってなんやなんや、私もやめと。え、レナさんだ、ありがとうございます。え、すごい、レナさんお誕生日おめでとうございました。おめでとうございました。すごい、レナさん、そう、レナさんからね、そう、レナさん、ツイートしてくれたじゃないですか。ちょっと浅いな、ツイートができなかったんですけどね、写真が撮れなくて。これ、レナさんからもらったの。ブログにはね、書いて、え、待って、ブログ更新してたの浅いな、もしかして。
あ、ブログ書いてるんですけど、レザーがワータです。プチョプチョ。そう、これね、開けようと思って、誕生日プレゼントそう、誕生日を迎えたらこれを開けようと思って、ここにずっと置いてたんです。牛久と裸の付き合いしました。その報告、早々にその報告。私も言われた、白津さんありがとう、万歳。ウィズパパヤッホー、ウィズパパありがとう、私もありがとう、ありがとう。ウィズパパ、牛久とアワさんの BL、 ちょっとジャブさん何を想像してなんだ。さすがにちょっと、いやもう0時過ぎたけど、あかんあかん。レナ、俺にもくれなんでなんで、コヤ君は大丈夫、みっかりをする、前髪こんな短く違うんですよ、これね。そう、ジュニアさんもね、今日ね、なこんな短かったのみたいな感じになったんですけど、そう、なんか切った当初もっと長かったんですけど、昨日なんかあんま言えなって、なんか今日またなんか短くなってきて、ちょっとね、あれですね。そうなんですよ、ちょっと絶対切りすぎひんぞって思ったんですけどね、なんか昨日、いや一昨日はすごいうまくいったんですけど、なんか昨日前髪上がっちゃって結果失敗してました。ジャブさんも仲間入りしたかった。ジャブアワさんとミツです。ミツです。ソーシャルディスタンスをしましょう。おためライターさんありがとう。ライターさん、帰った道にあるコンビニでミオ絶対買うゲームしても、おお、めちゃめちゃ数あるよ、そんな絶対いたら帰れない。もう酔った、酔った、え、飲んでない飲んでない、乾杯だけしたもん、乾杯だけして、キャップ開けてないよ。70のアルビアびっくりするわ、そんな誕生日早々の BL の報告ちょっとあれやわ。こんばんは、誕生日やったんですか、ありがとうございました。ナルペありがとう。誕生日やったのはレナさん、21日がレナさんで22日が朝日奈だから、今その誕生日になりました。朝日奈5分前、前髪だんだんになってる。え、そうだ、なんかさ、だんだんになってるね。そう、え、めっちゃ綺麗にさ、めっちゃ綺麗に眉下で切ったはずなのに、ね、なんかね、なんかね、一日を過ごすごとになんかすごい乱れてきてる。お眉、そう、結果お眉みたいになってる。まあ視界は良好やけどね、すごい良好視界。今年は前髪短めじゃ、思ったの、思ったの、これで誕生日を迎えるのかってちょっと思ったけど、そんな1日で伸びひんかったもん。20センチ離れた、大事、20センチ離れてるの大丈夫。まあ、昨日から前髪やして、そうなの、前髪ジグザグ、そうなの、前髪ジグザグなんだよ。なんでだろうね、いや、めっちゃ綺麗に切れたはずなんですよね。だからね、そうそう、1日を過ごすごとにね、ガタガタになっちゃって。あ、今日おめでとうすごい笑ってくれて、ありがとうございます。ね、ほんまに、あ、でね、これ開けようと思った、朝日奈、開けまーす。え、そう、朝日奈ほんまにさ、これ知らんくってさ、びっくりした。もう鬼滅コラボが多すぎて、しかも善逸くんのうな重の魅力を楽しみすぎてさ、全然他のね、鬼滅コラボ目を向けてなかったからね。鬼消し、え、2個入ってんねんて。パーンパ、星目の誕生日をおたたまと迎え、いいねそれ。え、コンポタケシさんありがとう。え、すごいお花くれてる、ありがとう。そんなそんなそんな、え、これ2個入って、あ、そういうことか、薄いやつが入ってるのか。え、あ、待って、猪之助と善逸やん。え、やば、レナさん善逸くん当たりましたよ、レナさん、すごい。これ、これ何？あ、全2種？これもしかして、え、全2種？これ、え、でもここに義勇さんおるよ、これ義勇さん、ここ、コンポタケイさんありがとうございます。そんなギフトまでも、そんな、これさ、生でさ、バラもらったって考えるとさ、すごいよね、バラ100本。いや、勝手な妄想やけど、朝日奈のジャブさん、クラッカーありがとう。うなぎおにぎりしかなかったの、それで、ええー、よ、さすがにうな玉とうな重は一緒に食べれんかった、ちょっと量が一気一気、違う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 、リリベン全員しゃべで前髪が記録に残る、あ、やば、そうや、25までに伸びひんよ絶対、
その前に23の物販でこの前髪でみんなとチェキ撮るってことでしょ。せっかく久しぶりのさチェキやのにさみんなと前髪短みたいになってるよそれ。下田美容院予約した。下田美容院さんはね人気すぎて予約が取れへんの。そうだからこうね間をねそう伺わないと。プチョ駅ですか。プチョ駅じゃないです。明け雨明け違う明けてない明けてないそれ。どうだ。あここか。若杉さんゆめこんばんは。若杉さんこんばんは。新たな年を迎えました。週末おめでとうございます。週末ありがとう。一気じゃ違う違う違う。ちょっと漢字がなるとちょっとなんか争いみたいになってるから。うなぎのかば焼き半額串だけ。えめっちゃいいやん。ずらかしましょう。なんでずらかすの。いらんよ。大丈夫大丈夫。私誕生日の弟から矢沢にこちゃんと同じ誕生日ですね。そう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 。では朝日奈ねあのコミケの時とかもあの矢沢にこちゃんみたいなその赤いリボンをしてたりするの。ゆずパパの弟、ゆずパパの弟さんおめでとうございます。見てる配信ゆずパパの弟さんおめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアビーパパの弟さん、ハッピーバースデートゥーユー。あとね今日もねいっぱいおるからねあと2回ちょっと付き合ってこの歌に。今日ね聞いたのサムスさんも誕生日だってハッピーバースデー。あサムスさんでも見てない。サムスさんもし見てないよハッピーバースデートゥー。あでもモヤも見てないか。モヤちょっとみんな見て。これもてゆめに誕生日もたありがとう若杉さん嬉しい。だからそのタイミングでなぜそうしたほんまじゃなんかめっちゃ伸びてきたの。めっちゃ伸びてきてこうさ上から基本撮るやん写真とかって。その時目がさ隠れてさそのさ暗くなるから目がね。だからねこういい感じにねちょっとね前髪伸びてきたからね切ろうと思ったの。じゃなんか短くなっちゃった。もう視界は良好やけど、うん、だから当初の目的は果たしてるんやけどちょっとやりすぎてるねこれはね。ハゲヅラもう一つおかわりある。いやいらいらいら。誕生日特典で予約お願いできますか。したら誕生日特典で予約お願いできます。あそんなんあかんよ。そんなんあかん。そしたらレナさんからも誕生日特典で何かこうあのねいただかないといけんから。そのアサイナそんなあのレナさん誕生日特典であの何かこうお渡しできるものはないから。今私もあっもうやめてる。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアモーヤン、ハッピーバースデートゥーユー、モーヤンおめでとう。若杉さんユミいくつになったん。58歳。そんなおばあちゃんに見えるかな。おばでも58歳おばあちゃんじゃないからね言っとける、うん、おばあちゃんじゃないから58歳は。アザイナはなんか去年アザイナは去年サンチャって言ってたのね。サンチャあ冗談よ冗談で、あまあもちろん冗談か分かるか。3ちゃいって言ってくる。今回4ちゃいって言っていこうかな。4ちゃい4ちゃい。でもね喋ったら大人っぽいって言われるからね。そうなの。でもね基本的にね年齢言ったところでねあのこの前もさ MC でさおたるさんに振られてさおたるさん含め客席のみんな含め笹さんでさえもびっくりしてたから。そうだからもう年齢ね言ってないんですよ。もうだから 言わへんよもうアセナは。寝落ちてた今来たもうやんでもいいやんね。よかったよ起きて。あなたの1年の目標とか抱負とかある。とりあえずあのおたるさんの MC でも言ったんですけどあのバンズジャパンがねもっとねバンズジャパン含めアサイナがなんかもっと全国の方に広まっていただけたら嬉しいなって思う。で個人的には大阪でのちょっとお仕事を増やしたい。もっとムズヤン姉さんもやりたいし朝日奈ほんまにムズヤン姉さんもやりたいしなんかその大阪府の何かとコラボとかもやりたいし。そうね大阪府の伝道師としてなんかこう携われたら嬉しいなって思います朝日奈はね。そうなのよいしょ。大丈夫みんなに会えることを祈って強く行きます。行きよみちゃん。私はちゃん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 みちゃんちゃんちゃん永遠のちゃんちゃんよあなた。普通のツッコミやねノリツッコミがなったら怒られた
おこれ喋ったもとんぽくないよ。さっきありがとう。これおめでとうございます。おやすみ。この子寝てないあなた。寝るなんてただの数字なんやな。俺も実感した。そうなんそうだよ。ユミは永遠の17歳。そうユミ17歳のセブンティーンなの。すごいですよ。今年の目標はギロ。でもギロチンさん行ってみたいよね。でもさもちろんさあの辛すぎるのもあるかもしれんけど、そう。でもギロチンさんのじゃあ波ぐらいから行きたい。うん。ユミ喋れない。ユミ喋れない。ユミこう。喉大切にしてスミちゃん、ありがとう。すごいね、おめでとうの気持ちがすごい伝わってるから、おたるさんも驚かせるんでね。そうなの、実はそうなの。マジでね、ほんまにね、年齢言った人ね、みんなね、だってバンザイジャパンメンバーもね、見えへんって、もう知ってるけど見えへんって言うぐらい、ほんまにそんな感じです。だからその続きは言わない。さて家に帰るよ。おか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 えりスイートホーム。あ、もうちょっとなんかもうこのスタートを聞きながら音程が全然取れへんかった。とりあえずミオ飲みながら帰ってます。あ、ハラゲン乾杯。ミオがで、ちょっとなんかちょっとぬるくなってきて、今どこここどこここどこ大丈夫、ウシ君ちょっと帰って。ウシ君と涙の方がウシ君、あおさん、なんか牛くん、そうそう迷ってそうやけど、大丈夫それ大丈夫かな、そうそう迷ってますけど、大丈夫かな。ちょっとね、明日はね、オンライン楽一楽座 T シャツなのでね、あ、T シャツじゃない、短パンなので、朝日奈。どの T シャツ合わせようかなっていうのは悩み中ですが、まあ、まあ、なんかちょっと考えますわ。でも T シャツやと思う、朝日奈。それが、ロン T にするか、どうするかちょっと悩み中やけど、まあ明日朝と一応つき、あすごい、ゆめ最近大阪に戻ってるか。戻ってないの、戻ってないんよ。だから帰りたいの。人生に迷ってるみたい。あ、大丈夫それ人生はね大丈夫、ちゃんと指揮してくれる人がおるよ。うん、眠くなってきた。サーゴーさん、もうサーゴーさん寝て。だって今日は休みやったけどさ、明日はお仕事あるんでしょ。ちょっと寝て。あなたチャンさんにバトンタッチします。チャンさん、とりあえず楽一楽座購入で、明日ジョブさんと BL で楽しいね、それ。すごい楽しいと思う。でも私でも明日言うて、あのね、早く起きなあかんのと思う。そう、やば、誕生日と誕生日になった瞬間に遅れてたのに全然遅れてなかった、やば。お母さんに送っちゃった、お母さん言っちゃった、お母さんに送っちゃった。ユミ明日も頑張ってな。ありがとう、頑張るね。今日から GoTo、 ただし東京は違う。そうそうなの、やばいよね。そうそうそう、東京大丈夫かな。でも朝日奈は帰りたいんや、大阪に。ほいではうちろに改めて見るとよし、おやすみ、またね、ありがとう。でもそろそろ朝日奈も終わりますよ。みんな寝るし、みんな明日もお仕事でしょ。お寝とできたからもう寝てもいいんやけど、今日は最後までいた。でも朝日奈終わるよ。でもそろそろふむも今日 BJ 加入期。そうなの、ふみさんもね BJ、 それ朝日奈の誕生日にふみさん加入してんの。それ去年もね、それあのおめでとうってなってた。今から部屋さんち行く。行かない行かない行かない、会社終わっても一人で生誕祭だっつって、お持ちさんめちゃいいやん、楽しそう。ほならうちも寝るわ、まだね、ありがとう。じゃあ朝日奈も終わります。終わってくれてありがとう。そうだね、そうだから朝日奈もそろそろ終わります。無事お母さんに産んでくれてありがとうも言えたしね。また朝公式さ YouTube 荒ぶる、そうなのかな。でも最近荒ぶってるよね。お世話中心の朝日奈の声がダブルでこれ、あ、恥ずかしい。おかすみさんおやすみんざい、おやすみんざい。マリアさんお誕生日ありがとう、マリアさん。チュッ、あとめておめでとうな、ありがとう。あ、やばい、ちょっとやった、牛久むちゃぶさんもんだ。あ、やば怒られちゃう。風呂の電気消されたから帰る。あ、まだね。遅れたごい。全然全然全然。ありがとうございます。おやすみ。またね。
平坦にしろ言わないじゃあね、ありがとうございました。またね、お誕生日ちょっと楽しいことをいっぱいできたらなと思いますが、ちょっと特にそんな予定はないので、とりあえず明日のオンライン楽市楽座、短パンで T シャツ、ロングか短めかわからないけど、そうですね、やっていきます。では明日のオンライン楽市楽座でお会いしましょう。おやすみ、またね、おやすみ、ありがとう、バイバイ、みんなお祝いの言葉ありがとう。